頑張れ日本。この位置でボールを奪った、前を向く大野、ロングボール前線に送る、鈴木抜け出した、決めた、追いついた日本、気持ちで押し込みました。ホームの大歓声の中、鈴木隆之見事なゴールです。後半22分です。ベルギーがボールを奪う、ここはボール奪いました、日本のボール、稲本前に行く、一人かわす、抜け出した、左足だ、日本勝ち越した、稲本のゴールで日本逆転、2対1。